今回紹介するのは、天命の知るべきパート1、人である、人とない人と、という本です。舞台は、前巻から引き続き、2804年、本書では、咀嚼者、フェロシアンのミヒルが率いる、救世軍、プラクティスが目覚めるのになぜ300年の年月が必要であったのかという謎が明かされます。その事実は、 前巻までに明かされたメニーメニーシープの世界観が明らかになったことを上回る事実でありさらに物語世界がスケールアップすることになりますがその具体的展開は時間パート2に持ち越され本書ではその事実が明らかになるまでの 惑星セレス内におけるセアキカドムをリーダーとしたラゴスの記憶を取り戻すための旅の物語全巻からの続きを中心にミヒルに囚われた恋人たちラバーズのゲルトールとの物語そして自身の目的に目覚めた異星人カンミアのリリーとエランカ率いる政府や明らかになってくるダダーの物語となっています。 セアキやイサリらが繰り広げる冒険物語では倫理兵器との戦闘が行われる中嬉しい仲間との出会いもあり盛り上がりを見せますセアキカドムは言う2804年のこの時に全ての終わりが始まったみたいな混乱が起きているのはなぜだろうこれは本当に全ての終わりへと向かうのかそこに救済はあるのか時間パート2では これまで以上の大きな展開が予想され楽しみです。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。